おはよう前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはかんら、元気よくお送りしてまいります。始まったよ。改めましておはようございます、磯日彩香です。おはようございます、月曜日ですよ、古仙じいちゃんです。はい、今日は古仙じいちゃんと一緒に月曜日お送りしていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、1週間始まりましたね。始まったね。始まりましたね。すごくお天気も良くて、うん、ね、うん、朝からね、まあじいちゃん起きた頃はまだね薄く暗かったけど、だいぶ明るくなってきたわね。そうですね、うん、まあ、これからね、まあ、もっと全然ね、月が経ってからだけど。30度ぐらい行くの？あ、今日？うん、今日行くよ。行くか。日中の最高気温はね、今日は30度だよ。もうちょうど、うん、まだ暑いの。そうだね、うん、まだね、やっぱり暑いなと思いますけど。はいね、というわけで皆さん暑さにも負けずに頑張っていきましょう。今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。週末皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ということで、うん、前橋市には花火が上がりましたね。知らねえ。前橋市に住んでるのに、うん、気がつかなかったよ。いやでもそれもそうで、サプライズ花火だったんですよ。はあ、ははあ、そう、うん、あの前橋青年会議所 JC の皆さんがの、うん、あのこうサプライズで花火が上がったという、うん、そうなん。そうなんですよ。あ、サプライズ逃しちゃったな。そうそうそう、だからそれがね、土曜日だったんだけど、うん、土曜日にあれ花火が上がってるって思ってね、うん、見れた方もいたのではないでしょうか。ですね、うん、あの YouTube でも配信がそうあったんで、うん、あーちゃんもね YouTube で見たの、お家から見てたんですけど、はい、あの YouTube こうドローンで上から撮ってるんですよ、うん、上から撮った。そう、どういう形になるの、どういう形になる。あ、だから、ま、前橋のこの街が、うん、街の中に花火が下からボーンって上がる、うんうん、花火丸い、上から撮っても丸いか、丸い丸い丸いか、丸く、うん、開く。花火は丸いと思ったことがないんだよな。花火はこっちから見えてると ところだけああいう形してるかと思った。そんなことはねえよ、うん、戸惑わせないでください。難しいぞおじいちゃん私は。まあね、というわけで、うん、本当にね、これはあの動画ならではの見方だったのかなと思って。上から花火を見る。そうそうそう、これもね最高でしたよ。なんかヒット曲のさ歌詞でそういうのあってね。あ、そうなんだ。上から花火を見る。へえ、なかったっけ。じゃあ後で思い出したら教えてくださいね、はい、さあというわけで、じゃあ今日のテーマがそれでこれなんです。あ、そういうことですか、はい、今日のテーマサプライズ。はい、今日はサプライズでいきましょう、はい、皆さんのサプライズエピソードをお待ちしております。はい、はい、というわけで、今週1週間も頑張りたいと思いますので、古仙ちゃんみんなにメッセージお願いします。はい、今週1週間も1週間だけ頑張るぞ。そうだね、まだとりあえずね、とりあえず、うん、そんなに無理してもしょうがないから。自分のペースでいきましょう、はい、それではいくよ、せーの、いってらっしゃいまし。7時48分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はちゅんこと磯日彩香と、時々すみやさんに入れ替わる古仙じいちゃんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、週末は前橋花火がね、あの前橋市の花火ではなくて、その前橋の青年会議所の、うん、会議所のね、そう、皆さん青年会議所サプライズで上げてくださった花火なんですけど、うん、若い衆が花火上げたんだ。そうだね、うん、あのドーンと前橋のね夜に上がったわけなんですけど、うん、若くないから全然知らずに過ぎてしまったな。まあサプライズということで、うん、ね、あの古仙ちゃんがさっきさ、うん、あのなんか言ってたじゃない、なんかこれ何の歌だっけ、歌があったよねみたいな。
あ、上から花火を見たらあたらこうたらって。そうそうそう、うん、なんか酒太郎さんが愛子の歌だよって、うん、あ、そうそう、花火って歌だ、ね、あ、そうだった、合ってた、あ、知らない、うん、花火は知ってる、愛子さんのそういう歌詞なかったっけ。そうなの、上から花火を見たら、わかんない、うん、真っ平だったとかさ、そういう、あ、そうなの、ちょっと違うけど、ちょっと作っちゃったけど、あとはね、アリオンさんがね、うん、オープニングのことは、うん、8月18日に公開の映画打ち上げ花火、下から見るか、うん、横から見るかの主題歌となったニューシングル打ち上げ花火だったとか、うん、わ、そんな新しいの知らないけどさでも2017年のやつだよ。あ、17年、そう、この曲もいいよね。なんか聞いたこと、そのね、上から花火を見たらっていう、そう、映画があったんだよ、タイトルにみんなってなって、うん、そうそうそう、すごいね、すぐ教えてくれるね、ねえ、みんな、わからないことがあったらねこのラジオ上でぼやいとこそうすると教えてもらえるさあ、というわけでサプライズ花火があったのでね、今日のテーマはこちらです。今日のテーマはそのままサプライズです。はい、皆さんのサプライズエピソードを教えてください、はい、ラジオネームトゥーパンプさんからメールいただいています。アーサンジーさん、ノンさん、おはからです。おはから、おはから。サプライズは仕掛ける側になることが多いですね、うん、おー、ハプニングは偶然起きますが、サプライズは綿密な段取りと機密保持が大切です、うん、今は難しくなってしまいましたが、以前は結婚式やお誕生日会にぐんまちゃんが登場するというサプライズをよくやりました、うん、かつては群馬県庁にお願いするとぐんまちゃんがやってきてくれたんです。面白いのはぐんまちゃんが登場すると小さなお友達よりも大きなお友達の方が興奮して大騒ぎしていたことでした。県外でも超有名なぐんまちゃんでしたが、群馬県のマスコットであることが意外と知られていませんでした。まもなくテレビアニメがスタートしますが、ぐんまちゃんの人気で群馬県がさらに有名になるといいですね、うん、そう、本当にあちらこちらにね、ぐんまちゃんのこれから、うん、来てくれるんだ。そう、あ、うん、あ、テレビね、あ、そう、アニメのね、うん、ポスターが貼られてますよ、うん、あ、始まるぐんまちゃんなんですけど、その出張ぐんまちゃんはどこまで来てくれてたんだろうね。ってか、いろんなとこに来てくれてたよ、うん、そうだけどね、ちょっと今はね厳しくなっている、今厳しいもんね、そうそうそう、ね、呼ぶと来てくれたんだ、うん、うん、だしあーちゃんもこのさ、サプライズのお誕生日会とかもね、うん、そう、ぐんまちゃん公式応援隊だから、うん、一緒に出演させていただいて、うんうん、県庁でぐんまちゃんのお誕生日会をお祝いしたこともあるよ。そっか、うん、あーちゃん誕生日にぐんまちゃん来たことあるないないのか、白状のやつだね、お祝い しに行ったのにね、あーちゃんの方はちょっと笑わせないでくださいまさかそう帰ってくるとは思わなかった、はい、ひねくれてます。こせんちゃんどう、サプライズってエピソード、サプライズってね、うん、なるんかな、なんだろう、脅かされたことみたいのあるけどね。あ、びっくりさせられたこと。うん、何サプライズされたことある？ある？誕生日に青いケーキをもらったことがある。青と緑のクリームでデコレーションされて。超今時。何ですかこれ？何その言い方面白すぎる。うわ、これ食べられるんかよみたいな。アメリカでもらったの？そのケーキ。やっぱりね。うん。アメリカってそういう色のケーキ出しそう。なんか A4 ぐらいの四角いやつだった。ああ、コストコとかに売ってそうだね。平たいやつ。うん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 、うん、うん。コストコのなんじゃねえかな、もしかしたら。あ、そっかそっか。うん、15年ぐらい前の話。へえ、うん。今はね、こう、日本でもさ、うん、そういう色のケーキってすごい置いてあるけどね。ね、あ、コストコのだ、あれきっと。あ、ほんと、コストコそうだよね、A4 サイズ。まだ前橋とかない頃だからさ、見たこともなかったんだ。うんうんうん。緑色のクリームなんてさいいサプライズだったね、びっくりしたよ、うん、ナイスサプライズ、はい、さあ、というわけで皆さんもぜひサプライズエピソードを教えてください、はい、時刻は7時53分を回ります。せーの、いってらっしゃいまし。8時19分をちょうど回りました。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と古仙じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあ、今週1週間も始まりましたよということで、はい、今日のメールのテーマがこちらです。今日のテーマはサプライズです。はい、今日はサプライズ、うん、このテーマにした意味がですね、はい、週末に
前橋市にね、うん、花火が上がったということで、はい、前橋の花火大会はまあ中止になってしまったんですけど、うん、青年会議所のね皆さんのご好意で、はい、サプライズで花火が上がりましたね。上がったらしいです。はい、でだから急に花火が上がったからおーってびっくりされた方もいるのかなと思いますけど、うん、はい、それとね同時進行に実はギネス世界記録も挑戦をしていたの皆さんご存知ですかね。何の？はい、今回は手持ち花火、うん、あるじゃないですか、うん、手持ち花火、そうあれを2000人以上で、うん、こう繋いでいこうみたいな。おでも今まあ密になっちゃうから、うん、全員集めることは無理じゃないですか、うん、なので一人一人動画を撮るんですよ、うん、右から左へ受け流すみたいなこうあ止めて流すっていう、うん、それを次の動画に引き継いでいく、うん、そうすると繋げるとその手持ち花火がみんなにリレーされて繋がってるように見えるんですね。そうで、あーちゃんも所属してる赤木団もメンバー全員参加して、うん、映像が出てましたね。はい、で2194人の方にすごいよね。はい、参加していただきまして、うん、これギネス世界記録なるかということで、うん、本当にそのギネスのさ、うん、人がちゃんといたんですよ。あ、審査する人ね。そう、その人が出てきて、うん、認定されました。すごいね。すごいな。すごいよ。手持ち花火につけて渡していく最大のビデオチェーン2194人、ギネス世界記録認定ということで、うーん、前橋市から出ましたよ、まあ、群馬県からか。出たんだね。ねえ、わあ、いやーすごかったですよ本当に。 ねえというわけで、アーカイブがね多分残ってると思うので、うん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 、なのでぜひみんなでちょっと見ていただきたいな。なかなか思いつかないよね。思いつかない、思いつかない。今らしいね、そのね。そうだね、やっぱコロナ禍じゃなかったら、ね、こういうこと多分起きなかったと思うから。そうだね、うん、2100何人、2194人、うん、すごいよね。素晴らしいね。なんかこうみんなのねこう笑顔で花火をね、うん、こうやってる姿が見れるので勇気とかね元気とかももらえそうですよ。はい、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。では今日はサプライズというね、うん、メールでみんなで行きたいなと思います。ラジオネームテツランタさんから、はい、メールをいただいております。旅行先、うん、あ、ごめんなさいね、間違っちゃった、これはちょっと前ですね。サプライズということで、先日、うん、腕時計を買いました。はい、私にしてはお高いものです。うん、年末のボーナスまでと思っていましたが、限定品なのでそれまでにはなくなってしまいそうでした、うん、友達に迷っているという話をすると、今買ってカードのボーナス払いにすればいいんじゃないのと一言。私は恥ずかしながらこれまで一度もボーナス払いをしたということをしたことがなかったので、うん、このアドバイスそのものがちょっとしたサプライズでした。結局その通りにして、その時はまんまともうつけて歩いています。テツランタさん、ボーナス払いいただきましたよ。はい、どうですか、コセンちゃん、ちゃんとボーナス出たんですか。出ましたって、よかったね。うん、時計かで、時計を、はい、サプライズということだって、はい、ラジオネームドビンチョビンハゲチョビンさんから、今朝や、あと安めのお茶の葉を、うん、トースターでじっくりロースト、うん、ほうじ茶を作りました。家で作ったんだ、ほうじ茶。お家でほうじ茶作れるの、まあね、いい香りが、ね、したろうね。すごい、うん、すごいね。洗濯物を干すために外に出れば、うん、金木犀の香りが街中に漂って、うんね、し始めたね。いい香りに体中が包まれて気持ちがいいです。家の中はほうじ茶の香りだし、天気は最高。最高だ。そう、ウキウキ気分の週明けとなりました。ウキウキそっか。さて、テーマはサプライズということで、うん、7年くらい前かな、自転車で帰宅をしたら家の前にヘビがいた時にはサプライズだねと焦りましたよと。おヘビがいたの、家の前にいた。うん、ギャーって人と思えない声を上げて、倒れないように自転車を立てるために目を離した隙に姿を消してしまいました。うん、おっかねー、まあ、後にも先にもね、家の前で見たのはこれっきり。
まあもう鉢合わせはしたくないチョビンでした。では良い一日を。まあ、近所っていうかね、ドミさん家のどっかに生息してるんかもしれないけど、ね、家の前にいたっていうのね、うん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 、ずっと姿を見られたことがないのにちょっと気抜いてたんだな、蛇がな。あー見つかっちゃったよっつって人とは思えない声でギャーってらしいから、住処を隣ん家に変えたかもしれないな。うん、でもなんか蛇が現れるとなんか金運アップみたいなイメージがあるけど、うん、でも蛇はなんかそういうの言うよね、うんうんうん、金運に絡んでるみたいな、うん、でもこれもね、確かにまさかのサプライズでしたよね、うん、確かにこういったサプライズがあるよね。なんか棒みたいなのが転がってるなと思ったらね、うん、蛇だったって恐ろしいけどね、うん、うわー怖いな、考えるだけで、ね、でもちょっと前の分に戻っちゃうけどさ、うん、あれ安値でさ、うん、そのお茶の葉を買って、うん、トースターでじっくりローストしてほうじ茶を作るってやつ、うん、なんか一緒にやってみたいなあちゃんもって思っちゃった、うん、なんかね、お茶屋さんの前通るとね、あの煎じてるやつとかさ、うん、いい香りするよね、するよね、うん、するよね。あの私さ伊勢崎市に住んでるじゃないですか、うん、でおばあちゃん家が街中に住んでるので、うん、よくその茂木園っていうねお茶屋さん、うん、有名なとこがあるんですけど、はい、そこで買いに行ってお茶じゃなくて、うん、海苔を買ってこいって言われる。そう、海苔もやってるよね、やってるやってる、ね、そう、その海苔がねやっぱちっちゃい頃から大好きだけど、うん、そうお茶買ったことないんだよね、あーちゃん、お茶屋さんでお茶を、お茶屋さんでお茶を買ったことない、そう、自分ではね。あ、自分では。そう、でもね、まあ、お茶の買ってあるからね。海苔しか買ったことないんだけど、うん、でも本当にね、お茶のね、やっぱ香りいいですよね。いい香りする。ね、うん、あと金木犀ということで、うん、そっか、私まだ今年金木犀まだ嗅いでないわ。金木犀のね、うん、あの香りが漂ってくる頃になるとね、実は花粉症が出るんでさ、うん、あ、そうなの？目安として、うん、もう出てるよ。そっかそっか。うん、もうこの2日ぐらい薬飲んでるし、あらまあ、うん、お大事にしてくださいね、まあ、くしゃみが止まらなくなるだけだけどね、うんうんうん、辛いね、うん、近津田グレートさんからですね、うん、私は市内で飲食店を営んでいますが、はい、うちのお店のお客様は男性が大半、うん、女性のお客様は少なくないんです、うん、この前珍しく若くて可愛い女の子が食べに来てくれて、うん、しかも帰り際にあのー、って私に声をかけてきたんです。おお、なんだろうと思ってドキドキしていたら、トイレにゴキブリがいましたよと言われて二度サプライズ。もう来ませんこれはまずいと思って殺虫剤を持ってすぐトイレに、すぐに黒い影を見つけてシューッとやるとすぐ動かなくなりました、うん、恐る恐る近づいてみるとゴキブリではなくコオロギちゃんで、さらにサプライズの、ね、逃がしてあげられなかった、あげたらよかったのになと、始末しそう、コオロギちゃんごめんなさいねといただいております。いや、コオロギにも効くんだな、ゴキブリスプレーがなんかトリプルサプライズだったんだね、使ってたグレートさんね。そうですか、ねえ、うん、よく教えてくれたよね。うんうんうん、うん、でもなんか自分じゃどうすることもできないから言うしかないよね、うん、もうゴキブリがいるからやっぱりもう二度と来ないわってなったかもしんないけど、ね、ならないならない、そういう教えてくれていい人、お客さんだとね、うん、うん、ならないよ、大丈夫ね、はいはい、というわけで、今日は皆さんからねサプライズメールをねいただいておりますけど、もう一ついけるかな。ハワイのママちゃんだよ。ママちゃん、ママは別荘のマントルピースの周りにクリスマスプレゼントを並べるときは、うん、何日前から成功するようにドキドキしながらクリスマスイブの夜の瞬間を祈りながら待っていました、うん、懐かしいですね。朝の子供たちのサプライズ成功の笑顔が最高でした。うわ、実際にあるんだ。日本じゃないみたい。ねえ。うん。すごーい。マントルピースだぜ。いやー。うん。こんなことあるんだね。マンモスじゃないぞ。ねえ、置いとくんだよね、あれね。ねえ。なんか絵本とか海外の映画とかしか見たことないけど。ね、さすがママちゃんちだね。で、もう放送紙をビリビリに破くんだよね。そうだね、勢いよくね、うん。うん。俺なんか綺麗にね、元通りにできるぐらい破かないようにね、解くけど。うわー、こうせんちゃんっぽいですね。うん、でもね、ちゃんと嬉しいよね、そういうのもね。鳥平のさ、あの、弁当で、ね、はい、放送紙綺麗に取ってまたかぶす、はいはい。もう身についてるからね、それがね。いや、この話ちょっともうちょっとしたかったな。時間になっちゃった。はい、ではまた40分台で。
は8時42分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。今週もどうぞよろしくお願いします。さっきさ30分台でさ小千ちゃんが最後、うん、その鳥兵の、放送紙をコメントのね食べ終わった後も綺麗に畳むってやつあるじゃないですか。畳むじゃない、戻す、うん、戻すってなんかにしちゃうんだよね。これさなんか群馬県民あるあるなのかわからないけどなんかそういう話聞いたことあるよ。基本的みんなさ包装紙は元に戻さないじゃん、箱とかは、うん、でも、うん、なんか鳥兵だけは絶対にあの包装紙を綺麗に戻すっていう、ね、習慣がありますよね。なんなんだろうね。これリスナーの皆さんもどうですか、うん、あるあるって思う。やっちゃうよね。やっちゃいますよ。あーちゃんもやっちゃうもん。やる。なんか鳥兵の包装紙だけは綺麗に剥がすし、うん、綺麗に戻す。綺麗に戻す。でなんかさ、うん、お弁当それをみんな大きな箱に戻すじゃないですか、うん、その時になんか汚い感じだと、ああそういうのもあるか、申し訳ないし、うんうんうん、いかにあれをきれいに戻せるかっていうのが、うん、なんかこう群馬県民のこのなんか騒ぐちというか、うん、そんなにさこうべったり貼り付けてないからね。あ確かにね、うん、割と楽にこうに広げられるじゃない。うんうんうん、ね、うん、跡もついてるもんね、線にね、うん、そうそうそう、その通りに元通りする。古戦ちゃんはそういう鳥兵以外にもこう包装紙はきれいに剥がして取っといたりとかするの？取っとかないけど、なんかこうきれいに剥がすと、うん、うん、やったぜみたいな達成感がある。あるんだね、うん、子供たちはビリビリに破くからね。うん、ねえ、やぼくよね。さっきの誕生日プレ、誕生日でクリスマスプレゼントとかね、うんうんうん、もうビリビリに破くよね。映画とかそうだよね、海外の映画とかこう。まあ、でその話が、ね、はい、あったからちょっと話してみました、はい、さあそれでは今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマサプライズです。はい、今日はサプライズ、もうねずっと朝からお話ししてますけど、うん、週末土曜日の日に前橋市にね花火が上がったよということで、はい、サプライズ花火見た方いますか？どうでしょ う, う, でしょう。前橋市の花火大会は中止になってしまったんですけど、うん、前橋青年会議所 JC の皆さんのご好意でサプライズであげたというものですね、はい。なんとですね YouTube でこれも放送されていたんですけど、うん、その時に BGM 曲が流れるんですよ、はい、赤木団の曲5曲も使っていただきました。あーすごい、ありがとうございます。あー超嬉しかったです。そっか、はい、あー見逃しちゃったな。まだまだアーカイブ多分残ってますから、うん、アーカイブでね、うん、ぜひ調べてみてください、うん、調べてみましょう。はい、というわけでね、こうちょっと涼しくなってきた時に花火が上がるとまたねちょっと切なさも感じるし、うん、またね、まあ、時期がねいいよね。9月の花火もおつなもんですが、うん、私も好きです。はい、はい、では今日はそんなとことでサプライズでいきましょう。サプライズ、ラジオネームアレルヤ、ハレルヤさん、ハレルヤさん、皆さんおはから、おはから。先週の土曜日に花火が上がるなんて知らなかったから、うん、どーんっていう音のでかさに近所で何か爆発したのかと不安になり、外に出たら花火が見えたので花火かとほっとしましたと。音聞こえたんだ。花火みたいなでかい音がするのは、うん、サプライズより事前に告知があった方がいいなと思いました。あーそっか。まあ今回やっぱ密になっちゃうしコロナ禍ってところもあるのでね、事前に告知することはできなかったけど、確かにこのでかい音でびっくりしちゃうよね。そうだね。あーそっかそっか、うん、うん、何かが爆発したかと思う。うんうんうん、確かに花火の音はそう聞こえますよね。 ね, ね、でもよかったね、うん、アレルヤさん花火でね。ね、見られたんだね。その後見れたのかな、うん、どうだったんかな。ね、花火はいろんなところから見れるからね。そうですね、うん。ラジオネームさけ太郎さんから、さけちゃん、サプライズ、うん、え、小千ちゃんの頭に怪我。それサプライズじゃないんだよ。それは嫌がらせみたいなもんでさ、うん、こうないのに満足してるのに今さら。小千ちゃんは前向きだね。前向きっつうか、だからマイナスじゃないんだってハゲは。だから前向きって自分で言ってたじゃん。前向きか、前向き。小千ちゃん自分で言ってたよ、前向きなハゲだって。ああ言ってたか。じゃあだから言ったもん、ね、全然覚えてない。前向きなんて私が悪口言ってるみたいじゃん。後ろ向きなハゲは、あ、そっか、まあよく分かんなくなっちゃったけど。結構小千ちゃんお墓でいっぱい言ってるけどな。言ってること、自分で言ったことをみんな忘れちゃうから。え、火曜日担当アッシ君が舞台で大受け、うん、水曜日の担当サトシ君が公衆の面前で奥様を殴った。え、そういう
殴るわけないでしょ、うん、もう木曜日の豊くんが素直で正直人間に磯日に恋人夢のサプライズなり考えてますな本当だよ ね、うん、あのワカサギの、ね、ボート釣りが大盛況で、うんうん、土日の予約のお客様で大沼の手こきボートは埋められて、うん、予約なしの方はお帰りになられたと。あそんなにね、ワカサギのボート釣りが、ね、始まったからね、うん、高崎も春菜もそうだけど、ボートの数に限りがあるね。そうだよね、うん、ボートは3隻ぐらいもっとあるでしょそんな少なかねえよねえ、あそっか来たんだけどね、予約してなくて帰られた方もいるんだ ね、うん、いるということで、うん、ラジオネーム高崎のパパさんです。パパさん、あるアイドルさんの生誕、うん、生誕祭の対バンライブを見に行った時のこと、うん、タイムスケジュールを見ると終盤に20分の転換時間が取られていました、うん、さてゲスト演者さんが歌い終わり、その転換時間がやってくると、どうも転換時間ですと叫びながら現れたのは眉村千秋ちゃんでした。これはねシンガソングライターで、うん、一瞬何が起きたのかわからなくなった観客もすぐに気づいて大盛り上がり、うん、名前を隠したまさかのシークレットサプライズでした、ということで、このね眉村千秋ちゃんってね、うん、本当に今超人気の面白いシンガソングライターなんだけど、そう TikTok とかでめちゃめちゃバズってるシンガソングライターの方で、それね知らされずにねサプライズで出てきて、うん、あそういうのあるよな。あった、コセンちゃん今までに。あったよ、もうちょっと大御所になっちゃうけどさ、うんうん、もう何すごい、もうその人だけでもものすごいでっかいステージができる人がおまけできて、それって誰だったの？エルトン・ジョン。エルトン・ジョン、うん、エルトン・ジョンがサプライズで出てきたライブがあった。へえ、びっくりした。じゃあもうごめんなさい、私は知らなかったけど、うん、全然知ってる方はね、もう事前になんかそういう情報一切なくて、へえ、うん、その方がサプライズゲストで、うん、サプライズで、うん、はあ、盛り上がったさ。そうだよね、その人のやっぱコーナーみたいのも当然ね、うんうんうん、あってさ、うんうん、いや得した感があったねその時はね。そうだよね、うん、うわコセンちゃんなんてそういう大物のねサプライズゲストとかいっぱい体験してそうですけど、うん、他にはあった？そうびっくりした、そのサプライズじゃない、うん、逆のもあったけどね。何何、そのメインの見たかったミュージシャンが、うん、いないと。あ前教えてくれて、抜けちゃって、その日本に来る直前になんか、うんうん、バンドの連中と喧嘩して降りちゃった。うんうんうん、確かにそれも違ったサプライズだよね。会場前でそれを知らされた日にはなんだよってそういうのあったね、うん、アット FM さんからですね。アットさん、サプライズ、昨日自分がウェブ通販のものを代引き、うん、自分で払おうと思っていましたが、家族のとある人が代わりに払ってくれたようです。とってもラッキーでした。わー、そりゃラッキーじゃないこれはラッキーだね、うん、赤城山大噴火さん、大噴火さん、会社の送別会や忘年会のコース料理は苦手、食べたい料理がちっともないからだよ、今はコロナでお酒の席がないから大助かりですっていう、ね、メールもいただいてたりね。深谷から来ましたさん、サプライズということでしたけどされたことがない。サプライズを企画していてもいつもと違う行動なのでバレてしまうことがあります。サプライズというかドッキリなんですけど、あーちゃんのビリビリペンの反応が好きですビリビリペン、あーちゃんなんてもうドッキリめちゃくちゃされてるので、あビリビリペンとかも何回やったかっていう、いたずらされやすいタイプ。でもね毎回ほんと痛いのよあのビリビリペンって。あーしびれるやつ、しびれるの、しびれるの、転がっちゃうぐらいなんだよ。あそうだからね、そんなに痛いんだ。痛い痛い、やっぱ物にもよるけど、うん、あーちゃんが毎回やるのって結構の威力があるのね。毎回そんなしょっちゅうやられてるの。そう番組とかでもやったし、うん、そうバネキネコさんのさ、うん、カラオケのねそこで公式のアイドルになった時のレギュラー番組でもやったことがあったりとか、うん、そっかペンはな、わかんねえな。うんうんうん、うん、なんかさ深谷さんがさバレてしまった、うん、そのサプライズっていうのが書いてあったけど、なんかあーちゃんも、うん、お友達の誕生日で、うん、あのサプライズをしたのね、うん、でそれは普通にお店でさよくケーキを頼むってことができるじゃないですか、はいはい、そうでお店の人がケーキ持ってきてくれて、うん、わーみたいな、うん、それも私友達にやったんですよ、うん、で、まあ、事前に私がお店の人に、飲み物を
を持ってきてもらったタイミングでケーキを持ってきてくださいって事前予約してたのね、うんうん、話し合ってた、うん、なのに私じゃあもうケーキが来るって分かるじゃないですかタイミング的に、うん、でたまたまその時飲み物も来てたから飲み物を口に含んでたんですよ、うん、でそれと同時にケーキが来て、うん、私それにびっくりしちゃって、うん、口から思いっきりミルクティーを吹き出したっていう、あ自分でそういうさそうかたくらんでたのに、そう自分でびっくりしちゃったの、そのお客、そのお店の人のサプライズにお店の人の持ってきた人の顔にかけちゃった、違うみんなにはかからなかったよ、本当汚い話で申し訳ないんだけど、うん、口から吹いちゃって、うん、もうそっちの方がみんなも大爆笑みたいな、このタイミングでみたいな、そう、うん、主人公を持ってっちゃったって最悪の出来事が、ね、あって、それはねみんなからもね伝説のサプライズだったねってあ記憶に残るねそうそう、うん、今思い出しました、そっか、やってんだねみんなね、いろいろサプライズ、今はお店でいろんなサプライズができるからね、レディー、あレディーババのダーリンさんからいただいておりますよ、何した、おはからです、おはから、おはから、驚くことも少ない穏やかな毎日、うん、久しぶりに引っ張り出したレコードの音にびっくり、うん、こんな音だったんだ、こんな演奏だったんだとちょっと驚きました、うん、機械が変わると音も変わるって随分聞いてなかったのにもびっくりでした、あーなるほど、何十年ぶりとかなのかな、うん、引っ張り出したレコードの音、うん、違うって、うん、それは良かったっていうことなのかな、いいんじゃない、うんうん、やっぱその機械が、ね、変わると音も変わるっていうところも書いてあるけど、うんね、機械によってね、うん、随分変わるんだろうけど、でもあとレディーババのダーリンさんがさ、うん、さやっぱりこう昔聞いた自分と今の聞く自分の、うん、やっぱ年も重ねてるわけだから、それあるね、うん、感覚も違うそうですよね、うん、もちろん感じ方とっていうんですか、うん、もう感性が、ねうん、磨かれて、さらに磨かれて、もう熟年だからね、うん、そういうこともね、あるよね、若い時聞いたやつをね改めて聞くと違う、うん、うん、まあ、古戦ちゃんちなんてさいっぱいありそうだからさ、うん、ねダーニーさんみたいに引っ張り出してさこう聞いてみたら、うん、うちはろくな機材がないんで、そのうん、レコード聞いてみてな、レコード聞けないんで今もう、プレイヤーがないから、うん、でも今最近レコードっていうすごい流行ってるじゃないか、うん、東京とかも本当レコード店みたいな、あらしいのね、そう流行ってるらしいのね、そのままの専門店があるから、うん、そこに ね、またね、コロナ禍終わったらさ、うん、行けたらいいね、古戦ちゃんね、行けたらいいね、うん、ダーリンさんと行けたらいいね、ダーリン君にレコード持ってね押しかけるっていうサプライズはどう、あ、いいんじゃない、うん、突然チャイムが鳴って来たぜ、どうでしょうダーリンさん聞こうぜ、うん、ルルちゃん、ルルちゃん、今日のメールのテーマはサプライズ、サプライズ、うん、サプライズの意味は驚き、不意打ちなんだって、不意打ちといえば、うん、数年前の年末、白鳥女は長めのパーカーを身にまとい、うん、その下に白鳥パンツを履き、うん、お墓ら放送中のあーちゃんを驚かせて悲鳴を上げさせました不意打ちを食らわせてやったぜ、ごめんよ、あ、それまさにサプライズだね、あ、うん、面白い、いやこれさ、うん、あーちゃんもまだ入りたての頃だったの、ここに、うん、そうで、ほんとスタジオの外にいたんだよ、俺それさ白鳥つけてるの 見たことあるから、一緒の日だったのかな、一緒だったのかね、じゃあ月金に来たんだね、何回か来てるんかな白鳥で、いやあーちゃん1回しか見たことない、1回しか見たことない、あとは違う番組で来たって話は聞いてる、白鳥見てるよ、じゃあ一緒の日だったんだね、うん、いやーちゃんその時悲鳴あげたんだね、放送事故だね、あーなかなかねそこまでする人いないもんね、いや本当に、うん、普通にパーカー羽織ってて、うん、普通のルルちゃんだったの、なのにパそう、あの変態おじさんみたいなねこうコートパーって言うと何も着てないみたいなそうそう、うん、そしたらさ下の方からさ白鳥のお顔がピーンって見えてさ、うん、長い首がね、うん、そうで、その後さこっち来てくれてさ、うん、なんか白鳥触らせてくれたんよ、あ、触ったか、うん、ね、いや新鮮つけ、じいちゃん20年ぐらい前にさ友達がハロウィンの時にさ、はいはい、バレリーナの格好して、うん、で股間から白鳥が生えてるやつを着てきたことがあってなんかそれ以来だったんでさ、なんかすごく良かった
またやってほしい。やってほしいんかい、うんうん、いや、やっぱ変わってるね、パーソナリティには変わってるリスナーさんがつくっていうことでしょうか、はい、ごせんちゃん。いいね、ルルちゃん。あ、面白いね。はい。いや、ルルちゃんいつもね、面白い話ありがとうございます。どうもして、またやってね。またやってね。さあ、というわけで皆さん、今日もサプライズメール、不一メールありがとうございました。さあ、群馬県のね、スポーツも、終盤を迎えてるということで、群馬ダイヤモンドペガサスが終盤を迎えております。うん、今、中地区で優勝争いをしているんですけど、はい、週末ね、実は中地区優勝を決めるっていう、大きな、なんていうの、ほんとそのかけてる試合があったんだけど、はい、ちょっとね、ダメだったんだよ。決められなかったの。そう、うん。なので、9月14日、明日、そう、ホーム高崎城南球場で、ここで決まるかっていう試合がね、はい、はい、行われます。で、ザスパはね、週末試合があったんだけど負けちゃったね、甲府に。そうそうそう、で次の試合がね、18日土曜日アウェイで琉球と戦うそうですね、琉球は5位でね、順位が上の方なので、今週はいろいろ目が離せないねえ、あとは群とクレイサンダーズバスケットの方、ね、週末はプレーオフのゲームが、はい、そうありまして、名古屋との試合だったんですけど負けちゃったんよ、だけど点差が離れつつもすごい追い上げていく、そう試合が見れてね、あーちゃんも楽しかったなと。内容的にはね、そう今ね、いろんなこうサイト、中継で見れるから、行けなくても、お家で楽しむことができるから、群馬のスポーツをね、より楽しむために皆さん、そうですね、応援してください、よろしくお願いいたします、はい、さあそれではコセンちゃん、今週1週間ね、これからまた頑張る皆さんに最後にメッセージあればお願いします。メッセージ、まあ今週1週間、なんとなく生きていきましょうまあじいちゃんはそうする、なんとなくね、とりあえず今週1週間頑張ろうってね、流されていこうさあというわけで皆さん今日ありがとうございました、はい、担当は私ソフィアヤカとコセンじいちゃんでした。また明日お会いしましょう。せーの、またね。ダメ。